私もお腹が空いた。やっと。どこそこしたらいいと思う？足立ちかお？あ、手袋はすぐ乾くべ。あの黒いの。うん。と思ったんだよ。そいつどこだろうね。あ、これじゃ。何を買ったらいい？あ、くだらの忘れた。後で洗って。もう一個あるでしょ。あるあるある。私もお腹が空いたんだ。今日は焼肉。あの、メカジキの味噌焼き。あと、梅干しのサラダ。
お腹がすいたら肉食べたい。うん、あれうまい。運びます。はい、我が家今日は4品プラス、これ何ですか、父さん、これ何、日本語何ですか、サラミのことだ。あ、サラミ、サラミ、なんか分かんなくなった。サラミ十分夏のスタレ、ヨシズ、ヨシズ、うん、あのモルダン頼んで、あののシャク入れてけど、うん、あのね、うちのお父さんは頼んだんだけど、私に頼んだけど、あんた後ろの独身と仲良し友達でしょ、入れて、あんた入れてくれねえか、いいよ、俺入れてあげるから。ほんで、なんか飲み物をお礼するから、いらない、いらん、いらないとも言わない、俺なんか買ってあげるから、ほ、うん、れこれ明日やればいいじゃない。運んできたのは全部自分、私と一緒にいい軽い、俺全部気取りする。ほんで下の台、うん、全部引いて、ほ、うんで自分も運んだ。ほんで明日、来年も何ぼか使えるべ、うん、私言うたの、うちのココちゃんだけだから、ココちゃんいなくなる、うちはこれいらないから、とりあえず入れていける、いいよ、これ明日やる。行く行くは着衣の、着衣でもいいね。バンタさ作れば十分だな。いいでしょ、うん、だってばあさんなんて今子供みたいに毎日うちにおやつ、うろうろしでおやつもらったらすぐ帰るもん。そうで、これかこれいいなと思ったの。2000円のそれで1000円で全部夏の乗り物じゃない。そういうこと。うちの旦那は、あのね、まず就職しました。はい、疲れてヘトヘトです。今、3日目です。手、ここ、こんなに。こんなに腫れてました。腫れが痛くて、いや、大変だ。ほんと。あのね、本人は、毎日ヘトヘトだから、私あんまり言えないですよ。何仕事と、リサイクル。本人ずーっと前から、俺はリサイクルでもいいや。あのね、精神的に疲れないから、体だけで。おと言うと、今待って、おたずね、私は養鶏場で働いて、おとね、散々、あんたならいいべ。頭使わないで、体だけで。我らの大変、今自分が、おたと同じ同レベルの仕事。あのね、あんな、手首、手首、手首、あの腫れたんです。おと言うとな、我慢して、あの、慣れるまでは大変だよ。だって私、養鶏場働いて1週間、一人でずっと隠れて泣いたんだよ。なんで、私、養鶏場で働くなんて。1週間泣いたんだよ。だけど、今だって、もう26年目に入りましたわ。来られなかったか、ここ。うん、本人は疲れて仕方ない。今日もいろいろ買い物して、ご褒美のために焼酎買ってあげて、肉買ってあげて、もう仕事。ショッピーどんでも肉簡単なのか。なそう。うん。しょっぱい。あの味付いたやつで買ったんだからね。しょっぱい。うん。レタス持ってくる。生レタス、うん、つけて食べる。持ってくる。もう今、偉いだから。あ、シングルしてるから。もう、レタス洗ってあげる。でも、仕事は何でも楽な仕事なんてない。うん、おのおの、何かしらの、悩みはあると思う。はい、あれ、ここだちゅるまだ貸してるけど、なんだ、はい、ここだちゅる貸してるけど、こうちゃん何個ちゅる3個だですか、入れてないかな、うん、冷蔵庫だ、1個だけ減ってんだの、サラサ減ってるけど、冷たい、これサラのやつよ、だからその他にもう1個だけ減ってなるんだけど、それ冷たいからは、それじゃないけど、
そいつをよっとんで貸してけば食うからここ待ってるままあげっとからなこれ。こうちゃん待ってて、ママ知らんけどね、ママ今日はハツ買おうかなと思ったけどハツなかった。なんだっけ、レバー貸しとダメなんだから、ね、うん、そう、レバーは買わないって、ここがレバーはダメだとは、ハツではいいでしょ、うん、ハツ売ってなかった、ハツは水教しか売ってない。うちの旦那やっとはあのね、これ最低賃金ってあの体使うの力使うの仕事は始まった。どの感想かな、今まで豆腐屋なんだ、여기도나도간단精神的苦痛はありません。不安もありません。大丈夫かな、どうすっかな、大丈夫だったっけ、どうだなって夜寝らなくなるようなことはありません。なんでほらこっちゃん、ほらほらご飯、はい、はい、うちのあのね旦那は仕事をする、誰のためにコクちゃんと孫の、うん、あ、コクちゃんのおやつと孫のおもちゃ買うためにだって。まずな、あのな、本人は頑張りたいだって、も3ヶ月から頑張ってんべ、うちよりもこの会社も近いだし、あのでも今日あの時間に行ったっけ、もうみんないるんだからな、わ、まあね、うちはそういうわけで、まず一つはちょっと落ち着いたな、3ヶ月からで我慢すればだんだんはあの分別とかなるゴミも、あ、だんだんはルーツわかるから、今なの力でこう解凍あのこれだけ使うけど、だん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 なれば、あ、こういうふうにやしやすいな、これすればわかるからね、頭悪くはないから。佐藤さんさ、工場長、まだ食べたの、うん、まだ組んでる、もう一個あげっか、うん、ママ、うん、はい、はい、こんちゃん食べたい、はい、はい、お食べ、佐藤さんさ、はい、お食べ、佐藤さんさ、そんなこいつが、なんかさね、ようなだけしてけらいねって言うことだったんだけど、で、